そうするともっと普及する。もう行きましょう。ここで OK ですか。はい、OK、です。では始めます。いいよ。おはようございます。おはようございます。まず、はい、今日の日付を。そうですね、はい、8月の27日の木曜日です。はい、ボリュームいくつでしたっけ。ボリュームが今回84。前回いただいた DVD が83でした。はい、ということはもう際までちゃんと編集が終わっているという。そうそうですね。まあすごいですね。あの以前の局長からすると確かにそうですね、数百倍の進歩という。1ヶ月当たり前で。ですよね。でこの前あのわざわざあの DVD を送ってきていただいて、その夜、いやその翌日だったかな、はい、その辺は定かじゃないけどチェックしながらです、はいはいはい、また嘘を言うということに気づきましてですね、ですここでちょっとあの訂正をかましておきますが、はいはい、2つほどありましたね。はあ、あれ人間言うて、あの増永男女の本の紹介の時にその興味を持ったそのきっかけがその、ある信長の原理という本、うんうんがに出てくる松永男女がこれまでとは違う描き方をされてて興味を持ったと。その作者を私はもう垣根涼って何遍も言うと思うんですよ。で聞きな、あバカなんでこんなこと言うんだろうと。垣根涼介さんなんですよ。あ、なるほど。正しくは垣根涼介さんなのに時々やってエアポケット入るんですね。垣根涼で垣根涼介って認識しとんね。垣根涼っていう。その、垣根涼介を知るきっかけになったのがタイトルが出てくるのが、これがワイルドソウルっていう。ああ君ね、ブラジルでドミニカだったかなんかの、その棄民政策、その時も言ったけど、要するに、あ、確認しとかな。あ、そうですね。10分、はいはいはい、まあ、いやまあ40分まで。はい、でも2、3分過ぎてるね。前か、40分、2、3分、38分ぐらいの感覚でいいかな。はい、で、その実際にあった、ひどい話なんだけど、はいはいはい、嘘言うて、あっちへ移民さしといて、なんちゃインフラ整ってないんですよ。もう地獄のようなところに、あの農地になりそうになりそうにないところポンで、あともうスパー切っとるそんな昔あったんですよね。どうしよう話。あの北朝鮮もそうですよね。あの北朝鮮は天国の国みたいで渡して、はい、であとスパー切っとる、はい、ちょっとそれ政策でやって恐ろしくないですか。そうですね。まあまあその余談でしたけども、 その、はい、それをまあ、テーマにしたのがワイルドソウル。これがまた読み応えあるんですよ。でその作者は垣根涼介で、その流れであの人間という本に行ったんですけど、はい、まあまあそれはそこまでとして、もう一つの間違いは、あの出版社で音羽グループとか集英社グループとか言いましたよね。あれもしかしたら集英社グループじゃなくて小学館グループだったかもしれん。その辺はうろ覚えでそれは裏は取ってないんですけど、その流れでね、他に大手は新宿八重町の新潮社というべきところを集英社というんですよ。あ、これ間違い。であの小学館グループか集英社グループしたんですけど、そこはあの千代田区にあたるの確か。あ、なるほど、うん、で新潮社だけが新宿八重町なんですよ。そこだけが大手出版社なのに独立した八重町というところ。八重町で思い出すことあります？わかんない。あのね、落語家にね、よっ、やらいちょって声かけられる人がいるんですよ。そうなんですね。それはね、あれです。あら、いかんいかん肝心なとこ。あれ、新潮ですよ。あ、新潮が、やらいちょに住んどったんですよ。あ、す、あ、すだから新潮が、講座に登場すると、る、はい、座ると、なんていうかな、常連さんが、よっ、やらいちょって声かけるんですよ。あれ何新潮言ったかな、新潮の息子だけ、何新新あれ最近こんなんやん要するに新潮が、はいはい、別名八重町と言われて、まあ、ちなみにの話でした。ということで前回の修正を終わってですね、はい、まあ、一番今日、まあ、言うべきところは、はい、GoTo トラベルの話です。あ、 GoTo トラベル前も話しましたね。ちょっとね、話してないか。話してないかもしれないですね。あ、はい、7月22日でしたっけ、完全なる見切り発車で GoTo トラベルというものが始まりました、
とりあえずは9月からあのなんて地域クーポンみたいなやつもついて、 それが 15% 分、はい、でその宿泊費が 35% 合わせて半額になるという、はい、でも7月22日から見切り発車から9月8月31日まではとりあえず 35% しかつ、うん、割引にならない、はいはい、それでもまあ割引聞いてくれるんだったら、 なるほど東洋国民休暇村、はい、前から思ったら、はい、いっぺん行ってみたいなと思ったよ。で調べてみるとお一人様 OK なんですよね。あ、はいはいはい、案外ねああいうところのお一人様ダメなところ、ね、難しいんですよ、最低2人からみたいな、はい、で見ると1000円だけ余分出したら一人で一部屋借り切れるんです、あこれはいいねということ で 35% 割引になるんだったらまあまあいっぺんちょっと泊まってやるじゃないのとはいはい、はい、でとりあえずほら楽天トラベルっていうやつで予約しました、はいはいはい、この楽天トラベルの前身は何だと何だでしょう。楽天トラベルの前身ですか。楽天がどっかから買ったんですね。そういうことです。我々はそっちの方がよう使ったかな。楽天トラベルになってからあんまり旅行することない。旅の窓口寄ったんですよ。あ旅窓旅窓で我々が寄った。 あれを楽天が買ったんですよ、はい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 、で楽天はその買収買収でどんどん超えていって、ね、今朝の話をあのあれだメッシが、はい、あね、でどこがメッシの次の行き先は、はいはいはい、の中にねあの番外編で、はい、ひょっとしたら日本来るかもしれない、イニエスタ来てるでしょ。あ、まあそうですよね。というのは、ね、楽天なんですよ。あ、可能性ある。楽天が絡んで楽天が持ってるあのサッカーチームあるでしょ、はい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 、そのあのあんまり良しなんだけどそこにイニエスタ来てるでしょ、はい、来てますね、神戸ビッセルでしたっけ、はい、ビッセルですね、はい、でそこへもしかしたらメッシ来るんじゃないか、そのまずありえると思うんだけど、まあ、それはええとしてそこでその三木谷社長の個人資産、はい、3000何百億とか言ってたからすごいですね、ぶったまげですよね。ありますね、ただその前にその次のチームの候補の1位に上がっとるオーナーが、はい、あの中近東の王子様で、はい、この人の個人資産、103兆円です、はい、ですその後だけね3000何百億でもすごいですよ。すごいけどでも103兆円の後だけねその差はやっぱりねすげえなと思って。すごいですね、うん、あそうか楽天からそうなったよね。それで、予約を入れて、はいはいはい、そのいろいろ調べよったのその流れで、はい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 、そしたらね愛媛県独自のその話したことなかったな。5000円ありますね。5000円ねあの宿泊費が、1万円以上だったかな、うんうん、だったらもう5000円くれるというのをめっけたわけですよ、俺ちょっと待てよと。楽天トラベルで申し込むとそれは使うんじゃないかとように調べたら枠があって、もう当然のことながらああいうネットのその市場の中でもその愛媛県の5000円枠はもうなくなったの。なんだかな悔しいなと思ってもっと調べた。そうするとあの県でやることなのでネットもそれはとりあえず枠はあるけど、いや愛媛県下の旅行代理店の枠がありますよ。そうなんですよね。でそれでその表が出てあって、はいはいはい、まあ、ペケちゃんマークも多かったんだけど、はいはいはい、調べてみると新居浜ではまずあのイオンにある JTB、はい、それと駅のワーププラザ、はいはい、まあ、マルちゃん入っとんですよ。あ、はいはい、俺は悪いと思って、だったらこれまず5000円もらった方がいいでしょうと言う、うん、でそのワーププラザで電話して、はい、まだ枠ありますか言ったらありますよって、それでとりあえずもう楽天トラベルは一旦キャンセルして、で面倒くさいんだけどワープラザまで行って申し込みます。そうすると5000円引いた額で予約ができます。でその後にそれも調べとったんだけど国と県を重複することは可能なのか。可能なんですよね。5000円引いた上でその 35% の寄付です。ただし元の宿泊費の 35% じゃなくて、まずは県の5000円仮に1万2000円とします、はいはいはい、そうすると5000円で7000円、それの 35% が引けるわけです、はい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 、でも計算すると最終的には5000円ちょいで、1万2000いくらする宿泊費が5000円、はいはいはい、ほぼ5000円の、はいはいはい、それもうあの確実に結果が出たのはあの要は7月と8月行ったんですよ俺、はい
月末の火曜日に、はいはいはい、で、この火曜日に行って帰りがけにもわざわざその最終的な GoTo トラベルの処理するのはやっぱり ああいうとこだけ実際に行かないかん、行かないでね、ええ、でもわざわざね帰ってきてから後日新居浜駅まで行くの面倒くさかったから帰りがけに寄ったんですよ、はいはいはい、そうすると一旦そのクレジットカードで支払ってたやつの額をマイナス計上して、はいはい、新たにその 35% 引いた2日間の合計額を入れ直すという操作されるわけです、はいはいはい、その合計額が1万何百円なんです、はいはいはい、だから要するに5000円なんですよ、へえ、普通に言うとまで1万消費税入れると1万3000円近いものが5000円、はいはいはい、すごいですね、これ知ると知らんとで大きな違いです、ね、5000円ならその辺の居酒屋行っても使えますよ、はいはいはい、うん、で今度9月からどうもその調べてみると1月までは確定してて、はいはいはい、今度は旅窓でもう今度その、あの県の5000円はもうあの、はいはい、期間8月いっぱいで終わってるから、はいはいはい、もう旅窓、あ、旅窓じゃない、楽天トラベルで OK なんで、それでアホやから普通に予約かましてたのね、はいはい、実は GoTo トラベルの間行ったら行ったらと思ってあの予約かましたんだけど、はいはいはい、後で気づいて、はい、あのプランがあるでしょ、宿泊プラン、はいはいはい、1万3000円とかいて、はい、それ予約する、はい、したら これまでのようにその後処理されるんだと思い込んどったんですよね、はいはいはい、でも見たらクーポンがこう出てあって、はい、GoTo トラベル分のいくらいくら値引きいうのがあって、はいはい、待てよと思って、もしかしてこれかましてなかったら当たり前に払わないかんのと思って、はいはいはい、試しにクーポンかましてみたらそこでやっと引けるんですよ、だからね これもねうろうろしよったら怖いですね、あのクーポン引け取るというか後で引いてくれるやかで勘違いしとったら大きな間違いがこうで、いやあんたなんか自分で申告してないけん当たり前よって言われる可能性がある、でそれでえっと思ってまた全部キャンセルしてでクーポン聞かして入れ直して、でそうすると調べてみると、1月までは受けてくれて、でそのあそこの国民宿舎ってね、国民宿舎な休暇村ってね、はい、まあ、ビュッフェが大体主体なんだけど、うん、はいはいはい、もう2回も行ったら飽きるんですよ相当食えるんだけどもうすごいんです、あの徹底したコロナ対策してるんで、はいはい、マスク してで取りに行って、取りに行く時はあの備え付けの手袋をして、で取ってきて自分の席に着いたらマスク外してもええ、はい、で手袋も外す、はい、今度また取りに行くときはその手袋は使ってはいけない、一回一回手袋使ってくれる、そうなんです、ね、すごい経費だと思いますね、で必ずマスクせないかとか、だから徹底はしてないけど面倒くさいよねそうですよね、ほんで用途によったらなんとかかんとか秋の解析、はい、なんとかかんとか冬の解析ってあるわけですよ1000円ぐらいずつ高いんだけど、はいはいはい、ビュッフェ以外であるんですよ、へ、ほんで俺実は1月まで9、10、11、12、15つも入れとん、入れとんですよ、毎月いける、うん、でずっと調べていると、はい、30早割、60早割、90早割のが出てくるんですよ、だから、9月はもう30早割の期限、あ、ギリ30早割だ、はいはい、で10月は60早割なんですよ、はいはい、で11月はもう90早割なんですよそうすると90早割まで行くと1万3000円ぐらいのうちの2200円安なんです、はい、すごいでしょ、すごいで、ね、でその上で 35% 引きやから、はい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 、これはもう前のように5000円には到達せんけれども、そうだな、90配割のやつで8000円ぐらいで、1万4、5000円するやつが、はい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 、やっぱりね、まあ使わん手はないなと思って、はい、でその特にあの休暇村はキャンセルポリシーが割と緩やかにできてて、はい、当日は 100% だったかな、うん、でも前日だったら 20% で OK なんですよ、キャンセル料、ね、だから割と気楽に、あ、そうですよね、でそこで肝心なのは決済方法ですよ、はいはいはい、クレジットカード決済したらいっぺんに来ますからね、これ大事ですよ確かに10万近い額が引かれますから、ね、はいはい、それが現地決済のもあるんですよ、はいはい、で実際現地で決済してもいいし、もうこれはもう行くこと間違いないなと思ったら数日前に
クレジットにあのネット上で切り替えることができる、はいはいはい、そしたら現地ではもうあの実際そこでかかる飲み物料金だけをまたクレジットで引き落とす方法で一つあの 裏技を思いついたのがですよ、はい、あの9月から始まるのは 15% 分のプレミアム振興券みたいな感じのやつつくでしょう、はい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 、あれがまたね面白いことに1000円単位なんですよ1000円単位、はい、うん、クーポン券1000円単位のクーポン券くれるわけ、はいはいはい、あお釣りが出ないみたいなやつ、そうお釣りが出ないどころか、はい、例えば話ですよ1万2000円の 15% って1800円になるんですよ、はいはいはい、とすると1000円単位でえ800円損やんとか思うでしょ、でもここがミソで、はい、あの超価格は試写購入されるんですよ、だから1500円だったら2000円もくれるんですよ1400円だったら1000円しかくれるんです、はいはいはい、だから結局15% ではなくもっと 20% 近くになる可能性があるんですよ、その辺をうまく宿泊費と調整すると割とでそこで思いついたのはですよ、あの現地決済をクレジットでやると一切外切その晩飯の時に飲んだものもひっくるめてクレジット決済でしょ、で自分が今回やったのはワープラザでもその宿泊費払ってるわけだから最終的にチェックアウトの時に前の晩に飲んだやつだけはまたクレジット決済する、ね、だから宿泊費と飲み料が分けられてるわけですよ、だから何が言いたいかというとクレジットで宿泊費だけ先決済しとけばあと飲み料がまた決済条件になるわけでしょ、でこれは確認してのは分かるんだけどそれをプレミアム振興券で払えたらこれはあのわざわざお土産で使わんでも確かにそうですね、これが一番効率的な2000円分くれとるわけだけど2000円分飲めるんだ、ね、それすごいです ねだこれが一番効率の使い方、ただその宿泊地がいやこれはダメですと言われたらそれはしゃあないんだけど、多分いけるんちゃうかな、だってあっちはお金入ったら別に構うわけでしょう、だからいけるんちゃうかなというそんな裏技ですよ、でねこれ思ったのが、はい、昔我々は東洋国民休暇村って言うでしょ、今ね、はい、休暇村瀬戸内東洋って言うんですよ、そうなんですね、名前変わってるんですね、うん、だから名前書いたんやと思って、はい、休暇村行ったらどこ行っても大概あのパンフがありますよね、全国各地の、はいはい、みんな統一して変わってるんです、休暇村が頭に来てるんです、国民休暇村という名前が消えてるんです、ないですね、うん、で今日もそれ調べてみたらね、はい、国民休暇村という名前でしよった団体から平成24年だったかな休暇村協会いうのに母体が変わったんですよそれでだからその休暇村から始まって、瀬戸内東洋だったり休暇村南淡路なんとかとか言って全部休暇村五色台やかいうのもあるでしょ、で休暇村のええとこはどこ行ってもあの大体はあの 国定公園みたいなすごくええ場所でやってるからリーズナブルに泊まれてでまあ景色がよくて、じゃあ国民宿舎は国民宿舎、はいはいはい、どう違います、これもまあ、リーズナブルに泊まれるなんか公共の宿っぽいでしょ、その最大の違いって何だと思います、国民母体が国がやってるとか、うん、近い、調べましたこれもですあの休暇村さっき言ったようにあの、まあ、財団ですよね、休暇村協会とかやってで国民宿舎は市町村なんですよ、あ行政が自治体がやってる、自治体がその差なんですね、でどうも国民宿舎というのは主にまああの宿泊レベルでその休暇村のようにこうリゾート的な総合リゾート的な仕組みにはないというような差でしたね、はいはいはい、僕でもねフェイスブックでちょっと実はあの、うん、見てて、うん、あの川さん言ってるわと思ってちょっとぜひ聞きたかったのが、うん、お風呂ってどんなんいいんですこれがまたあいいですあの、ね、広くはないんだけど、はい、あの眺めがいい、なるほど、あもう 海見える、ね、海ですよね、そうなんですよ、あの客室はバーンとあっちの久坂島とかあのあ、しまなみとかが見える方向で、風呂はこっち貸しの別棟の3階にあるんだけど、
その風呂場から見える景色が女湯は知らんよ、こうなっとるけど女湯はまた違うかもしれんけど、はいはい、男湯はあれ男女入れ替えへんけん、はいはい、男湯はもう完全にあの高速を眺める感じなんですよ。はいはいはい、高速とかそのなんとか漁港ってあるんだよね。あのすぐ真下に河原塚なんとか、はい、 ね、あれが見えて、はい、その向こうにその公園地帯が見えて、はい、でぐるーっとこう公園描いて新居浜の方へ行く道が見えるんですよ。はいはいはい、それがとても眺めがいいのと、5時から露天は風呂はあるんだけど、はいはいはい、先月はまあ野鳥のさえずりがすごかった。とにかくあの5時の露天は野鳥のさえずりに良かった。ただ不思議なことに今月は泣いてるの泣いてるけど先月ほどじゃないの。何の条件が違うのか、まあ若干夜明けはもうすでに遅なっとるんですよ。先月はもう薄明かりだったんだけど、はいはい、白母じゃなくて薄明かり、はい、もう黎明状態、黎明期だったんだけど、今月はまだちょっと暗がり、一月違うとそれだけ違うんですね。その関係で野鳥がまだ活動してなかったのかな、なるほど、うん、というような感じ で、 いいですね。なかなかね、あのチェックイン3時やから15時やから、はい、こっちで一仕事 してからいける。ああそうか、だから先月も今月も、あの庭仕事して剪定とかそうドロドロになって、でとりあえずザバッと汗流して、14時頃出るんですよ、はい、でゆったり走るとほぼ45分ぐらいで着くんですね、はいはいはい、でちょっと早すぎて15分ぐらいまだ早かったんだけど、まあ、男の人だったらちょっと早いんですけどいいですよ、あどうぞどうぞみたいな良いですね。あの手軽に行けて、はい、そこそこ飯もうまくてで一人で独占できて、で風呂入、もちろん風呂入って、もうビュッフェなんかも普段そんなに食わないのにこれでもかいうぐらい食う、もうたまらんわぐらい食う。ほんでもこれはいかんぞ、これあと5回これはちょっと無理や。さあ別のさっき言うし、はいはい、季節の解析、これはビュッフェとは離れるけもうそれだけなんだけど、でも我々の年齢はそれで上等やし、まあね、やっぱりそのちゃんとコースで出てくるけん、はいはい、よかろうなという話ですよ。旧カメラ行くと、まずあのこんなモニターの前に立って、はい、あの体温チェック、検温、はいはい、前はね先月は 36.7 度でよかった、はい、38度いっとったんですよ。え、単純に熱暴走ですよ体が、はい、俺あのエアコンつけずに走るんですよ。あ、そうなんです。クソ暑かったんですよ、はいはいはい、だからその体温というよりも熱がこもってたのね、表面の38度。ほんでやおらその係員があの手動のやつ持ってきて、はいはい、すいませんって38度になってるとか、はい、こうしたら 37. 点何度ぐらいになって、あまあ大丈夫ですねみたいな体がすごい熱持ってたんですよ、ね、まあそれはええとして、はい、最後に片岡鶴太郎の話でね、はい、この前も話したと思うけど、あの自分の先祖があの嘘か誠か知らんけれども、はい、楠木正成につながるうちはだから菊水のもんなんだという話をしたと思うんですけど、それで興味を持って太平記1991年の大河ですよ、はいはいはい、それ見ててそこに出てくる、14代執権北条高時の役をしたのが片岡鶴太郎なんで、これがね、役するんだ、ちょっとこれなんだけど、はいはいはい、でダメ執権って言われてたんだけど、最終的にわしは父ちゃんやじいちゃんより落ちるけんどうのこうのってぼやきながらノーっていう、それがね悔しいんじゃけど全部分かっとるぞいう目するんですよ。でこいつうまいなと思って、でどうも知らずに言うと、それがやっぱりあのブレイクのきっかけだったみたいで、役者の。あ、そうで、ね、うん、で面白いことに NHK って関連付けるんですよ、はい、だから、はいはいはい、あの今太平記は毎週流してるわけ、はいはい、で「麒麟が来る」も出てくるらしいんですよ、はい、片岡鶴太郎がまた悪役で、あ、出るんですか、うん、太平記と流しとる太平記とうまく連動させるんで、それは何かのネットニュースで見ました。今後だからその麒麟が来るがまた再開したら、後にその片岡鶴太郎が悪役の誰かの役で出てくるらしい。それで思い出したのが、まあ、片岡鶴太郎の出世作といえば、あの偉人たちとの夏、調べてみたらその北条高時役したのは1991年、
で偉人たちの夏は1988年、3年前な、3年前だから何だったらまあ出世作は偉人たちの夏と言うてもいい。偉人たちとの夏って俺が一番好きな邦画なんです。もうこれがすごいんですよ。山田太一原作なんです。で監督が大林信彦で、脚本が市川新一。もともと山田太一という人は脚本家なんだけど、小説原作者であって、この映画に関しては。で大林信彦、まあ先日亡くなった、で市川新一という脚本家に任せとるわけ。だから見応えがあってね、今でもその DVD 持っとけ、時々見返すんだけど。でその洋画で一番好きなのがあのアメリカングラフィティなの。これ俺大学2年の時だったかな、1年か2年の時に、あの東京は当時その名画座、佳作座とかいろいろあって、はい、その当時行くとその旧作、いうてもまあ1年か半年ぐらいしか経ってないやつが2本立てで300円だったの。でその頃見たのがそのアメリカングラフィティとタクシードライバーの2本立てだったんですよ。あ、すごいですね、うん、でアメリカングラフィティがすごくよくて、で調べてみると確かね、あれはねスピルバーグじゃないわ、もう一人ルーカスか、ルーカスなんですよ。そうなんですね。でその1日一晩の話なんで、その低予算で、あの夜を表すのに露出度を抑えるとかなのカメラワークでやっとるんですよ。確かそれがルーカスだったと。夜じゃないのに夜っぽく撮ってるで、そのカメラの細工で、そのもう40年ぐらい前の、はいはいはい、だけどそのあのカメラの性能もそんなには、ね、デジタルじゃなんじゃないですから、ね、だけど確かジョージ・ルーカスだったと思うんだけど、の出世作なんだけど、そのカメラワーク、カメラのなんか露出かなんか工夫して夜っぽく撮ると。で実はここにあのなんていうかな、相手役で出てくるのが、はい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 、あれですよ、インディ・ジョーズのハリソン・フォード、ハリソン・フォードがテンガロンハットかぶって、相手役 の, あのカーレースの相手役です。その当時ハリソン・フォードは一旦挫折してカーペンターだったの。大工しとったんですか。でちょっと役者もう一遍やってみんか言うて出た時のハリソン・フォードなんで、じーっと見たら、あ、ハリソン・フォードやわ、うん、でその主役の主役と言うていいんだろうな、があいつなんですよね、名前出てきませんよ、あの未知との遭遇なんかにいた、ちょっとずんぐりした人なんだけど。でこれがどうもそのつながりを感じるんですね。あのアメリカングラフィティは高校生なんだけど、はい、当時も綺麗にあの20いくつのだったんだけど、リチャード・ドレファスだ、思い出した、ドレファスで、その後に未知との遭遇じゃねえや、あのあれだ、ジョーズちゃう、あれスタンドバイミー、あ、スタンドバイミーの冒頭はジョージルカス、リチャード・ドレファスが車の中からぼーっと景色を眺めるとこから始まる。そいつは小説家なんですよ、はいはいはい、だからつながるんですよ。あのリチャード・ドレファスつながりもあるし、スタンドバイミーの時に少年だった子がアメリカングラフィティで高校生になって、でやがて小説家になるというこうつながりを感じるんです、ということでかなり、まあ、適当に端折ってやってもらったらいいですけど、そんな感じでやっぱり話が用件構えすぎて、これはまた来月するということで、はい、どうもどうも、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。